はい、こんにちは。パーソナルボクシングといえば富田、トレーナーの富田です。今回はちょっとね、何か質問、はい、うん、フルカウンターの際の、うん、こう避ける方向がちょっと後ろなのか、うん、斜め後ろなのか、なんかフルカウンターの避ける方向を知りたいと、はい、なるほど。ちょっとそこに答えていきますね。だから構えてもらって、はっきり言えば決まりはないわけですよね。うん、どこでもいいんですよね。で、まず考え方としては、どっちに避けるかっていう発想をしてしまうと、逃げる、避けるのが前提の動き、避けようっていうのが先にね、意識が飛んでしまうので、相手のパンチから逃げようとしてしまうと、その後のパン、自分の感じのパンチが届かないとか、自分のパンチの届くまでのスピードですよね。距離が長くなれば距離が長くなればなるほど、自分のパンチ届くまで時間がかかるので、イコール自分のカウンターのスピードが落ちるんですね。それを避けたいので、基本の考え方は、自分のどの角度から右を当てようと思ったか、どの位置から当てようと思ったか、それが大前提ですね。うん、なので、例えばこっちから右を打ちたいなと、こっちから当ててあげやりたいなと思ったんであれば、当然ながらジャブ来たやつはこっちですよね。そっちからそっち狙うんで、うん、でも、例えば、こうね、こう言ってやろうと、こう当ててやろうと思ったんであれば、来たところ、こっちですよね。で、この引き際に行く感じになるんで、うん。これが大前提。要は、自分のパンチ、うん。あ、その、右の、うん。当てるのに、うん。変えてってことですね。そう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 。その時のタイミングは。そう。うん。なので、自分の右をどの位置からどのタイミングで当てようと思ったかによって、頭ずらす位置は変わってきます。うん、でさらに言うと、そのね、どっから当ててやろうかと思う思考の前に、どこに隙が空いているのかを見る必要があるんですね。でジャブの軌道とか打ち方、タイミングが相手によって違うので、例えばジャブ打ってもらって、でこう来た時に、うん、そのままふっと戻してもらって、そう、もう普通に打って戻ってみましょうか。うん、うん、うん、そうで、これ僕から見た時に、この軌道ラインに空いてないんですよ。打って、うん、戻っていくんですけど、このラインずっとグローブあるんですね。見てもらったら、相手目線で見た時に、こう切ってこう戻っていったら僕の顔見えないですよね。うん、ということは、このラインね、打てないんです。打ったところで、行ったところ、このグローブあるから当たらないんです、絶対的にね。ということは、この角度から打つことないですよね。これが狙えるとそもそも思わないので、これ打とうと思わないですよね。うん。僕の相手のジャブが、こうではなくて、こうなるんであれば、上げますね。こうだと無理でしょ、まっすぐのラインは。でも、こうの人だと開けますね。うん。それだとまっすぐ狙えますよね。こういうところをね、見逃さないように見とけるかどうか。まあ、カウンターは基本的にこういう隙をね、ちゃんと見つけれているかどうかによるんですね。うん。で、例えば、こっちラインに関しては、もはや、こうなってようが、普通に打ってようが開くんですよ。構えてもらったところから打ち始めた段階で、まあまあ、まあ一回打ち終わりの方なので、打って、戻っていくときにここ開いてますね。うん、なので、大方、こっからはほぼ狙えます。これが、ガードが高かろうが、低かろうが、こっちはずっと空いてるんですね。うん、なので、メインどっちかやったらこっちになります。うん、ただ、注意しないといけないのは、今言った通り、これがどこから届くかになるんですね。この相手のジャブの長さもよるでしょ。相手の背丈の長さとか、リーチの長さにもよるので、相手が背低くてあんまり伸びてこないんであれば、全然斜め後ろでも構わんのですが、これ届くんで。うん、でも、リーチ長い場合は、斜めに避けてまうと、もう自分のこれが届かんくなるんですね。うん。ということで、構えてもらって。うん。いいですよ。普通に打ってもらって。もしこの人のジャブ打ってもらった時の、これがもっとこの人の手が長くて、この辺まで来てると。うん。なら、斜めに避けてからじゃ、これ全然届かないですよね。その人の場合もっと前に出ないとダメなんで、そういう人に関しては、こっち行かんとダメですね。うん。こっちじゃなくて、こっち入らんとダメなんで。うん。そう。いずれにしても自分のパンチがどこから届くかが大前提。うん。それによって位置変えます。うん。で、動きとしては、あくまでも、来たタイミングで足を下げさえすれば勝手に頭ずれるんで。
こんなんする必要がないですね。怖いからどうしても頭ごと下げて前がちなんですけど、もう足下げるだけです。足下げるだけ届かないんで、この反発で行くだけ。うん、横も一緒ですね。足外すだけで離れるんで、で打つだけ。うん、なので構えてもらったら、まあ、あっち向きましょうか。構えてもらったら、横だと足をそのまま横に移動させるだけで体が倒れていくんで、足を外すと倒れていくんですね、こっちに。うん、トランプとかなんか同じものをこうやってね、支えて立てた時に肩を外れたら倒れますよね。外すと倒れますね。これと一緒で、こっちの足外すと絶対こっち倒れるんで、頭に変わります、勝手に。うん、なのでこの足外すだけで十分。うん、そう、だ怖いんで言って怖いじゃないですか。そうそうそう、その恐れがあるから、どうしてもねこうやってまうんですけど、これやったらもう遠くなって次遅れるんで、極力このプルカウンターに関しては足だけ外せるかどうかですね。ナイス。うん、ちょっと細かいこと言うと、足こっち移動させた段階でこっち倒れるでしょ。この時に体重こっち乗りますよね。でみんなやってまいがちなのが、この重心ね、重心までこっちにグッと振るとこうなるんですよ。いよいよ頭怖いから頭動かしたら重心ごとぶれるんですよ。これもアウトです。こっちにグッ乗っかるんで、よいしょって持っていく羽目になるんで、瞬間的な跳ね返しが起こせないんですよね。厳密に言うと、足外した段階でちょっと体重こっちかかります。で重心ちょっとこっち移動させた時に、行き過ぎないようにクッといくと、地面をガン瞬間クッと押せるんですよね。体重移動をちょっと重心移動をで地面グッ押すんで、でパンって床反力で打ち返せるんで、これが最速。うん、でもしやるのであれば、練習法、この感覚がつかめなくてわからないっておっしゃる方は、やる方法が一つあるんですけど、壁に向かって、まあ要はオーソドックスの人だと右足ですね。右足置きます。で、これでもう向こういけないでしょ。だから頭外せないですね。こうやってください。で要は壁がいけない状態にして、そこまで足持っていっていくと、多分こっち行くことないので、これで練習してもらうと勝手に身につきます。これ以上重心こっちに流れないんでね。壁にバーンぶつかるんで。うん。じゃあ一応やってみましょうか。うん。で壁の方に向かって。そうですね。うん。そう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 。そう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 。うん。で、もうちょっとこっち行きましょうか。うん。そう。で、跳ね返ってください。そう。そう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 。足はもう、蹴る感じですかね。ついてそのまま、蹴るも何も意識しなくていいんで、ついて跳ね返ってください。跳ね返る、地面多分押されるはずなんで。うん、そう、うん、うん、うん、そう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 、うん、で、できれば、できるんであれば、あくまでもこう、つま先立ち。はい、ここで押さえます。で、膝ごと行くと、結局こっちに流れるんで、体重乗りすぎて、うん、あくまでもつま先。つま先で行くと、もうこれ以上行けなくなるんで、でもちょっと流れるはずなんですけど、壁にぶつかるんで思い切り行けないはずなんで、これで跳ね返るはずです。うん。そう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 。そう、でもっとこっちから行きたいです。うん。そう。そう。で、あんまり離れすぎると、要は壁に近づいてないんで、今度なると余裕がありすぎて、ほら、こっち乗ってまうでしょ。だから乗らんぐらいまで行きたいので、結構壁際に行ってやってください。うん。
でね、これに関しては基本の回転運動ではないので回転させる必要ないです。ついてそのまま跳ね返ってるだけです。跳ね返ってるだけ。ついた反動でこそっち行けないんで勝手に跳ね返るはずなんで、うん、回転させんでいいですね。跳ね返るだけ。そうそう、これでロケットのようにドーン出るんで、うんうん、そう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 、うんうん、その感じ、うん、ということで構えてもらったらその感じいくんで、ちょっとこっち来ましょうか。うん、その僕ジャブにもうちょっとこっち来てもらって、ジャブに外してですねですね、そう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 、もうちょっとだけ離れましょう、うん、ですね、そう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 、こっち来てもらって、うん、ですね、そう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 、トントン、うん、トントン、そう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 、そうそうそう、いいですね。そう、で今見て僕ガード下がってるんで、これは後ろでもいけるはずなんで、同じですね。うん、あ、そうそうそう、いいですね。そうそう、いいですね。うん、この感じで、うん、これでちょっとね覚えてもらって、できればね、こう壁で全然練習できるんで、うん、これで練習して実践でバシバシ、これもうやるしかないんで、練習でガンガン、ちょっと怖いんですけど、ガシガシ失敗してもいいんで、ガシガシやっていくと感覚つかめるので、ぜひ実践でね、どん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 試していって身につけて相手をぶっ飛ばしましょう。